ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方お願いいたします。なんとか今年2000人達成させてくださいということで、今日の内容、まあこれもまあなかなか多いですよね。まあいろんな方法でこう紹介はしてますが、今日嫌な動きはこれ、どうしても切り返した瞬間にクラブが立つって言いますね。ゴルフ用語でこっちっこと寝る、立つって言います。これをで、これが起こるとどんなスイングになるのか。はい、皆さん嫌いなアウトサイドイン、上から叩きすぎ、肘抜き、まあチキンウィングなんて言ったりしますね。まあこれの大きな原因になる動きです。物を振るって考えた時に、今の動きってめちゃくちゃおかしいんです。こうやって打ってるのと一緒、こういうことね。これは物を振る、まあ棒ですね、棒を振るっていうことにおいて、こんなことする人は実は普通はいないんです。ただゴルフに限っては多いですよね。なんでかって言ったら、単純にこっちからこう加速をさして当たらないから、こっちから綺麗に加速してボールを捉えることができないので、多くの人はこっから直線的にヘッドを扱うことによってボールをなんとか当てるっていう方法でゴルフを覚えてしまうと、普通はしないよねっていう棒の振り方ですね。を、普通はこうやって物を振りますからね。っていうやつを覚えてしまうんですよ。まあ、それが覚えちゃったことはまあしょうがないですよねと。まあ、いろいろこう、これ系で悩む方は多いので、いろんなパターンはあるんですが、まあ、一応動きとしては、今日のドリルをしていただいたら、一発でクラブは倒れます。倒れる、切り返しでね、クラブがこうやって倒れることはもう間違いないです。そこの動きをまず、こんなにいつもと違うんだっていうのを理解していただいて、そこからその動きでボールを打つっていう練習に入ってくださいね。これは本当に一瞬で切り返しでクラブは倒れます。さあ、それはどうやってやるか、ちょっとやりますね。はい。アライメントスティック。アライメントスティックを使ったドリルです。まあ、こんなやつね。まあ、ちなみにアライメントスティックがない方はゴルフクラブを逆さまに持っていただいても大丈夫です。ただちょっと重量があるのでやりにくいと思うので、できたら棒で、こうゴルフの練習でかなりこのアライメントスティックって使うので、上達したいっていう方は一応まあ何万円もする高いものではないので買っておいていただいた方がいいと思います。だいたい2本セットで売ってて、まあ1500円から3000円ぐらいの間で売ってると思います。なので、上達したい方はいろんな使い方があるので、買っといてください。はい。で、こうやってつなげて持ちますね。さっきお見せしましたけど。こういう状態です。この長さは、こう構えた時点で、ここに脇に出ていればいいので、別にもうちょっと短くやってもいいし、多少長くやっても大丈夫です。こういう状態。これで、よくある練習で言うと、こっちですね。こっちにつけて、当たらないのを打つ。まあ、ハンドファーストの練習だったり、ボディーターンの練習でやったりする内容なんですが、今日は切り返しでクラブを倒すというテーマでやるので、こっちで構えます。だ、普通のアドレスではスタートしないっていうことですね。で、こうやって構えてバックスイングするとどうなるかっていうと、当たり前ですけど、クラブがかなり外に上がったり、縦に上がっていきます。当然、フラットに振るためにはこういう動きが必要なので、この棒が邪魔してその動きはできません。で、この形で、腰の位置ぐらいまでは上げます。で、かなり、インサイドに上げている方からするとかなり外で気持ち悪いと思いますよ。こう上げて、前出して打つってことですね。この棒ですよ。
ちょっと一回軽くやってみたいと思います。縦に上げるとクラブ、この根っこの延長線上が抜ける状態になりますけど、こんな形になるんですよね。こんだけクラブが外、縦っていう方向に上がってから、この棒を一気に前出していく。いきますね。間違いなくクラブは倒れます。これで倒れない人は見たことがないです。何回かやりましょう。もう一回説明です。こっち側ですよ、こっち側。今日はこっち側ではないです。こっち側。で、こうするとクラブが相当縦、外に上がります。上げて、グリップエンドの方を出す。そしてボール打つ。まあ、ちなみに素振りでいいですよ、まず。これでなかなか最初から打てるというのは期待しないでください。まず素振りをしてくださいね。そんなに簡単な話じゃないです、ゴルフって。ただ、倒れるという動きを覚えるのはめちゃくちゃ簡単だし、これでできます。さあ、何回も見せますよ。こういうことですね。めちゃくちゃ倒れてるでしょ。切り返して、こうやって倒れるんです。まあ当たり前ですね。ここ手を前、こうやってこういうふうにグリップエンドが動いているので、クラブは後ろに倒れますと。さあ、やってみたらびっくりするちなみに、こうやってる人からすればですよ。この感覚はめちゃくちゃびっくりしますよ。もうぜひやってみてください。素振りでいいから、とりあえず。なんじゃこらっていう感じだと思いますよ。ということで、今日は切り返してクラブがどうしても立ってしまう人、これ本当に根強いんですよ。ちなみに僕も昔こっち系だったのでめちゃくちゃわかります。かなり僕もこれを直すのに苦労してる人間なので、まあ気持ち悪いし、このスイングの素振りですね、一発で本当にクラブが倒れるという感覚は身につきますが、まず素振りをして動画チェックして、こんだけこれでこんだけ倒れてるんだか分かった上でボールを打つ練習にこれで入ってみてください。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。